今はまだ接触監視ではありませんので、先ほどお伝えなどさせていただきますが、今日はなんとですね、応援団として、ちょっと前進ませます。福島みずほさんが応援に駆けつけてくださいました。同じく下の人の大島みずほさんも駆けつけてくださいました。少々の間お座りせをいたしますが、阿佐ヶ谷周辺の皆さんに、杉並市長市長室広報予定者岸本里子、そして福島みずほさん、大島みずほさん、この3人で、このハベでした時をということで、しばし凱旋をしたいと思います。よろしくお願いします。それでは本当ですね、杉並区長選挙6月19日です。皆さんご存知でしたでしょうか。杉並区長選挙立候補予定者の岸本里子から政策の期待をさせていただきます。なんか鳴ってますね。阿佐ヶ谷駅ご利用の皆さん、入ってない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 、ありがとうございます。あそこです。すごい熱い議論をさせてもらいました。そして今私自身もね、この
文字を読み上げています。私は月並みを毎日自転車と、徒歩で電車で歩き回っています。今日は雨が降っているので、電車で働いてまいりました。皆さんこんにちは。こんにちは。さて私、杉並、区長選挙6月12日告示、19日投票と大変近づいてまいりました。毎日毎日が本当に一生懸命でして、今日この雨の中でもこれだけたくさんの方が来てくださって、お西を見配りだとか公園したとか毎日毎日話を聞いてくれる方が多くなっております。人を誰もにやってくれるのって本当に慣れなくて、今でも慣れないんですけども、誰か一人でも聞いてくれるから、私は一生懸命ね話すことができるというふうに思って、そして代表に立っております。私は杉並57万人の命と暮らしを守る政治、そして経済、これを杉並区長として、女性の区長としてやっていきたい、その覚悟で立候補を立てようとしております。下田でございます。頑張れ。さて下田里子は、女性新人、なんですね。現職の方と戦うんですけれども、そういう中でですね、なぜかやる気はあると、やる気は十分だと皆さん思ってくださると思うんですけれども、なぜ能力はあるのかと思って、こんにちは、疑問に思う方は私はあると思います。なので少しだけ私の20年間今までやってきたことを少しだけお話しさせてください。先ほど命と暮らしを守る政治と経済ということを言いました。私の専門は公共サービスでございます。公共サービスといってもとっても広いんです。保育から介護まで、このケアワークという大きなエリアの、そして横浜市の福祉の問題、そして水、電気、交通、ゴミ収集、いろいろな自治体サービス、こういったことが全て私たちの公共経済と言ってもいいかもしれません。ここの部分というのは命と暮らしを守る部分ですので、やっぱりね、このお金とか市場で全部決まっていったり、コストとか競争っていうね、論議をね、あんまりそれは持たない方がいいんじゃないかという、そういう出発点から公共サービスの民営化、そういったことを20年間研究してまいりました。それを、ヨーロッパで世界中の自治体と一緒に実践的に研究してまいりました。私はなので学者ではないんです。大学で勉強していた人ではなくて、国際政治、国際政策の実践の場で自治体と一緒にどうやったら自治体が命と暮らしを守る経済を、具体的に経済と政治を具体的にやっていけるか、そしてそういった先進的な自治体から何を学べるのだろうか、経済だけじゃなくて政治もです。政治というのはこう選ばれた人だけの問題じゃないですよね。議員さんとってもいい議員さんを選ぶことはとっても大切、いい行政のトップである首長を選ぶのもとっても大切だけど、こういう人たちをしっかり監視していく、そしていい仕事をさせていく、それがね、私たち市民の責任であると思うんですね。はい、ですので私はそういう政治のためにはいろんな、ね、やり方があると思うんです。ただ単に選挙に行くだけではなくて、私たちが日頃から選挙と選挙の間に出るための地域の政治に、町づくりに関わる、そういう仕組みづくりが重要だと思っています。世界にはね、いろんな例がたくさんありますので、それはどん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 学んでいけばいい。そして日本の中にもいい事例が、お隣の世田谷区でもいっぱいあるんですよね。それを学んでみながら、自治体と自治体が連携して命と暮らしを守る政治と経済、住民参加、情報公開、これをしっかりと進めていきたい。下田里子でございます。私はこの、6月12日告示、19日東京の杉並区長選挙立候補予定の新人女性の47歳でございます。やる気あり、能力あり、利権はなし、しがらみもなしと、それだけはありません。利権しがらみだけはない。下田里子の皆さんにしっかり見ていただいて選んでいただきたい。
者岸本佐藤子の開会演説をしております。そして、この岸本佐藤子に対してたくさんの先頭からご支援をいただいております。社会民主党、社民党からもいただいております。その党首である福島みずほさん、今日は国会から飛び出して阿佐ヶ谷まで駆けつけてくださいました。社民党党首福島みずほさんから一言いただきます。お願いします。阿佐ヶ谷駅前の皆さん、こんにちは。こんにちは。社民党党首参議院議員福島みずほです。ここにおります岸本さとこさん、大好きな岸本さとこさん、19日、投開票のこの杉並区長選挙に立候補予定です。岸田の皆さん、ここ杉並は草飲み会、平和、核廃絶、様々な運動のまさに日本の中で先駆的にやってきた、そういう素晴らしい自治体です。杉並の皆さんに心からお願いします。杉並から政治を変えようではありませんか。杉並から、日本から、世界から、まさに杉並区長に岸本さとこ頑張ります。私は岸本さんと長い付き合いです。さっき選択的夫婦別姓の話をしてくださいました。2018年国会で水道の民営化法が議論になりました。水道民営化するぞ、自治体が所有権持つか、管理運営権も売却するということで、これは大変だということで、水売るな、命の水を売るなということで、この岸本さとこさん、オランダシンクタンクで本当に働いている彼女からたくさんの教授をしてもらい、映画もあるんですよね。その中で学んだことは、水道民営化して失敗をしたパリもベルリンもバルセロナもたくさんの300件ぐらい、今ちょっとカンニングをしましたが、300件ぐらいの自治体が水道の際公営化をしました。水質が悪くなる、汚濁する、メンテナンスが大変、料金が上がる、いいことないぞ。水道の際公営化を300以上パリ、ベルリンなどしました。それを私たちが教えてもらい、だから国会で水道の民営化反対、そのことを論陣を張りました。皆さん、そんな素晴らしい人なんです。新自由主義、まさに大企業が潤えば全てうまくいく、民営化、官から民営、何でもかんでも見てます。大企業がやればうまくいく、皆さん、そんなの嘘っぱちではないでしょうか。みんなのものだ、みんなのものだ。岸本さんのみんなで作るみんなの街、公共財、コモン、公共財ですよ。福島みずほは言いたい。地球も子も、地球も水も大気も森も医療も農業も、みんなのもの、公共財ではないでしょうか。一部の大企業が移住のために何があったって許される。そんなことやってるから、格差が拡大し、貧困が拡大し、命の水まで振り飛ばされて、大変なことになるじゃないですか。だから皆さん、今世界は社会民主主義です。アイスランドもノルウェーもデンマークもフィンランドも、そしてドイツもニュージーランドもポルトガルも、そしてオーストラリアも労働党政権、地域も変わりました。新自由主義の発祥の地にて、新自由主義の墓場にすると言ったのが30代仲間のチリの大統領です。どうですか。みんなのものはみんなで使う、みんなのものはみんなで話す、みんなのものはみんなで決める、それをこの杉並からまた大きく作っていこうではありませんか。それをやる、まさに今最も大事なこと、命に関することを売り飛ばすな、勝手に決まるな、一握りでやるな、私物化するな、利権まみれになるな、ということをまさに岸本さとこさん、やれる人です。だって今までやってきたんです。今最も必要な、売り飛ばすな、命、今だけ金だけ自分だけではない社会を、ではない経済を作ろうよ、と
ということが骨身に染みって分かってる人です。そして彼女の本読んで私は素晴らしいと思うのは地域主義、民主主義なんです。上からトップダウンで決め倒そうって言うんではないんです。地域から本当に民主主義で話をして、それでみんなで本当にいいものをやろうと。だから彼女の助け、みんなで作るみんなの街なんです。杉並の皆さんどうですか？公園やさまざまなこと、保育園や学校のこと、給食のこと、街づくりのこと、もっとみんなで決めたい、そう思います。できるのが岸本さとこさんなんです。地域から民主主義でやる。で、福島みそほは言いたい。首長が変わると変わります。世田谷だって世田ホット、世田谷ホットできる。あるいはグリーフサポートや三社お仕事カフェ、いろんなことやってます。西の方の明石では子どもまさに医療費18歳まで無料化、給食の無償化も始めたり、いろんな施策やっています。国会がだらしなくてもそれ変えるぞ。でも地域から山のようにたくさんのことをたくさんの人とできるんです。で、杉並がそれができるところだ、そう福島みそほは思います。だって人材がいるじゃないですか。今までも運動があるじゃないですか。みんなで決める、みんなで決める、勝手に決めるな、利権で決めるな、一握りで決めるな、おっさんだけで決めるな。というわけで岸本さとこ登場です。よし、岸本さとこ登場です。みんなで決める、みんなで決める、みんなの街。でも皆さん、給食の無償化だってやったらいいじゃないですか。もっとオーガニック、学生の政策勝手に言ってるけど、オーガニックも必要だし、みんなで決める、みんなで決める。そうなったら杉並すっごい可能性がある街だと思っています。福島みそほ熱烈岸本さとこ応援です。だっていろんなことを教えてもらったんです。社会新自由主義ではダメ、民営化ダメ、水道の民営化ダメ、売り飛ばすな、みんなのためにやれ。でヨーロッパそれで、街が成功してるよ、こんな風に地域でやってるよ、いろんなことを教えてもらいました。それを杉並でやってもらおうではありませんか。やったー、熱烈熱烈熱烈応援です。福島みさほ大椿優子熱烈応援です。国政党を変えます。今度参議院選挙全国で頑張ります。頑張ります。頑張れ岸本さとこさんが給食の無償化になる、できればオーガニックにしましょう。
で、悔しかった、私とても悔しかった。杉並区民の命と暮らしって政治家は口先だけじゃないですか。いや本当に心のこもった杉並区、公共サービスが本当に充実して、福祉が必ずそこにある、困った人には必ずそこに支えるセーフティネットがある、その優しい杉並モデル、岸本さと子さん、ぜひ作っていただいて、57万人の杉並区民間の口を皆さん一緒に行動して実現してまいりましょう。よろしくお願いします。はい、吉田ハニさんからも力強い応援のメッセージいただきました。どうでしょう皆さん、国会からお二人が飛び出してきてですね、阿佐ヶ谷で熱烈に岸本さと子の応援をしてくださってます。自治体、そして、国会と協力していろんなことができていくと思います。それではお待たせしました、社民党の副党首で今回は全国比例の候補者にも予定いたします、大津崎優子さんです。よろしくお願いします。どうも皆さん、お時間いただきましてどうもありがとうございます。ご紹介いただきました社民党副党首の大津崎優子です。よし、今日は大阪からやってまいりました。よし、隣にいる岸本さと子さん、私呼ばれてもいないのに、もう勝手に、この立候補予定ということを聞いて以来、応援演説はこの内容でいこうと勝手に用意しているものがありましてですね、やっと皆さんの前でその話をできるのかなと思って嬉しく思ってます。岸本さんとは2020年でしたね、京都でお会いをして、その時にミニュシカリズムについてお話をしてくださったんです。その時が初めて岸本さんと直接会った時でした。もちろん書かれたものなどは読んでおりましたけれども、初めてお話をされる場に直接行って、本人にお会いできるということで、とっても楽しみにしてその場に行かせてもらったんです。そこで彼女が話したのは、ヨーロッパで行われている自分たちの地域の問題は自分たちで決めていこう、そのヨーロッパでの動きについて皆さんにお話をされてたんですね。その中にバルセロナの事例があって、私はとっても興味深くその話を聞かせてもらいました。なぜかというと、私の連れ合いはバルセロナ出身のカタルーニャ人なんです。で、私も、結婚して何年かね、5年ぐらいになるんですけど、なんとかバルセロナの街を、に滞在したことがあって、とっても好きな街なんですね。ただその街で行われている政治を非常に分析的に見る、その視点でお話をされるものを聞かせてもらうということがなかなかなかったので、とても興味深かったんです。バルセロナで人々が、地域の問題は私たち自身が決めていくんだ、そうやって地域の人々が立ち上がっていく、そのお話をされました。その時に私は思ったんです。なぜバルセロナで地域の問題は私たちが決めていくんだっていうことを、人々が作るような社会になったのか、やはりそこにはバルセロナの人たちというか、カタルーニャの人たちが常にスペイン中央政府と対立させられる、そんな歴史を持ってきたことと絶対に理由があるって思ったんです。長年にわたり何百年という歴史の中で、カタルーニャはスペインの中に取り込まれ、そしてカタルーニャ語という言語を奪われ、使うなと言われ、そして自分たちの文化を弾圧されてきた、そのアイデンティティと自治権を取り戻す戦いを繰り返し繰り返し繰り返しやっているのがカタルーニャ人なんですよ。それは今もそれをやっている、そういうところから、自分たちの地域の問題は自分たちが決めていくんだ、自治権はここに住んでいる私たちにあるんだという戦いがずっとずっと広まっていった、そういう地域がバルセロナだと私は思っているんです。私の付き合いも、独立主義派なんですよね。インディペンデンティスタといって、もう独立主義派で、このように民主主義がない国に、町に住んでいてもしょうがない、自分たちでこの民主主義を作っていこう、そういう動きにあります。もちろんカタルーニャがスペインから独立する
するかどうか、そういうことだけでなく、彼らが求めているのは自分たちのアイデンティティが尊重されることと、そして自分たちの地域の問題を自分たちで決めていくという自治権、これが大事なんだっていうことを彼らはずっと訴えていると思うんです。そういうところだからこそ、私が地域の問題を自分たちが決めていく、こういう文化が広がっていったんじゃないかなっていうふうに思うんです。それは何百年にもわたる長い戦いです。その歴史があったから生まれたんだというふうにも思いますけれども、この杉並木でも本当に地域の人たちがいろんな運動をしてるじゃないですか。反原発の動きをやってきた、再開発の運動をやってきた、地域でデモを起こして皆さんがこの町から変えていこうっていうことをやっていると思うんですよね。そこがやっぱり基本だって私は思うんです。それが私たちにこの町のことを決めさせろっていう運動を常にこの町の人たちが築いていっている、作っていっている。そこにこの公共サービスの専門家である岸本さんが来れば、もう願ったりかなったりじゃないですか。もっともっとこの町から自分たちのことを自分たちで決めていく、そういう町づくり作れるんじゃないかなっていうふうに思うんです。めっちゃ皆さんお目が高くないですか。この方をやっぱり予定候補として声かける、やってみないかと、どうかうちに来てくださいって声かけるって、めちゃくちゃ杉並区民の皆さんお目が高いと思うんです。いいとこついてきたなと思いました。ぜひですね、私はこの杉本さん、ヨーロッパから帰ってきてるんですよ。こんなまあドブ板みたいなことやってるわけですよ。本当にあの話を聞いたときに、ね、初めて聞いたときにね、ヨーロッパでは駅頭に立ってこんなスピーチとかしません、それ選挙カーに乗ってあんなスピーチもしませんって言ったんですよ。うちの連れ合いも同じこと言うんですよ。それやって何の意味があるんだっていつも言われるんですね。でも意味ないわけでもないんだよね、日本ではっていうふうに言ってて、そのまさに日本のいわゆる選挙のスタイルで、今こうやって新しい仲間の皆さんと共にこの杉並区から今回の杉並区長選挙、これに挑戦される岸本さんを私は熱烈応援したいと思っています。よし、ぜひこの杉並区からモデルを作ってもらいたいんです。私たちの地域の問題は私たちが決めるんです。住民が主役なんです。それを支える区長の姿を見たい。そしてそれに皆さんが呼応し、私たちが主役だ、私たちが街を作っていくんだ、そんな大きな動きができていく、そんな杉並区を見たいと思っています。ぜひ皆さん、私は社民党副党首大椿優子です。熱烈に応援しています。岸本聡子さん、彼女が区長になった姿を私ぜひとも見たいと思ってますので、残りの期間どんどん皆さん、岸本聡子の名前を皆さんの力で広めていただきたいと思っています。ありがとうございます。はい、大津垣さん、ありがとうございました。福島さん同様ですね、大津垣さんも来たる参院選挙で、全国比例の候補予定者でいらっしゃいます。もうご自身のことはほとんど、ね、宣伝しませんでしたけども、大津垣さんにも我々から熱いメールを送りたいと思います。頑張りましょう。はい、それではですね、もう1回ずつお話をしていただきたいんですが、福島さんがこの後国会にまた飛んで戻らなきゃいけないということで、順番はまず福島さんから、お願いします。はい、では回転寿司ではありませんが、二度目に回ってまいりました福島寿司じゃないですが、皆さんに熱烈岸本聡子さん応援のメモを聞いていただきたいと思います。社民党党首参議院福島みそほです。岸本聡子さんが立候補予定と聞いて本当に嬉しく思っています。今の日本の政治、地方自治本当に変わるぞと思っているんです。杉並の皆さん、杉並はあのビキニの事件の後、まさにここで核廃絶の動きが起こり、そして、原子域、草の未開、平和運動、そしてこの間 3.11 の後もここ高円寺や佐賀やいろんなところで反原発のさまざまなデモやいろんなことをやりました。あと高円寺もいろんなイベントもたくさん行われています。杉並
すごい人材がいて、すごい運動があって、歴史があって、新しいことを挑戦してやってきたところじゃないですか。だから杉並区の皆さんに本当に心から申し上げたい。岸本里子を区長にして、杉並から日本の政治変えていこうではありませんか。杉並から日本の政治変わったね。あの時から地域主義、地域で決める民主主義の可能性、区長の岸本里子さん作ってくれたよね、みんなと、というモデルに、私は岸本さんがもし区長になったらやれる、そう確信をしています。杉並の皆さん、誇りを持って本当に頑張れる杉並モデル、岸本里子さんと一緒にみんなで作っていこうではありませんか。私は社民党党首参議院議員福島みさほです。岸本里子さん、先ほど選択的夫婦別姓、大学生の時に目覚めたとも話をしてくださいました。で、2018年国会は水道の民営化法が本当に議論になりました。残念ながら成立するんですが、自治体が所有権を持つが管理運営権を売却するというものです。これ反対、水売っちゃいけない、命の水売っちゃいけない、必死で国会論戦をやりました。その時にいろんなことを教えてくれたのが、事務所にも来てもらったり、いろんな話をし、本を読み、映画いろいろ提供してもらったり、それが岸本里子さんなんです。ヨーロッパや世界はすでに水道の民営化でも失敗しちゃった。水道の民営化をしたら、まさに料金が上がる、メンテナンスにができない、そして水質が悪くなる、失敗だったということで、パリもベルリンもバルセロナも300以上のところで再公営化をしました。だから日本が何十周遅れの新自由主義、民営化なんかやる必要ない、その確信を持って国会で戦いました。皆さん、今どうですか？新自由主義、大企業が潤えば全てうまくいく、そんなことないじゃないですか。大企業は484兆円、内部留保を溜め込みながら、皆さんたちの実質賃金、下がり続けてるじゃないですか。官から民営、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 なんでもかんでもリジマスター、なんでもかんでも大企業の利潤にするな、みんなのものだ、そう思いませんか？今、気候危機、そして大変な時、私は地球も空気も水も大地も医療も、全てのもの、いろんな森も農業もみんなのもの、公共財だと思っています。みんなのものですよ、コモンですよ、みんなのものですよ。宇沢公文さんが言った社会共通資本、みんなのものなんですよ。それを一部の人たちが独占し、一部の人たちが金儲けに使い、何でも民営化して利潤追求の種ばっかりにするなと思いますが、皆さんどうですか？もうコモンの復権、コモンの復権、みんなのもの、政治だってみんなのものじゃないですか。なんで一握りのためにやるんですか。なんでみんなで決めないんですか。だから岸本里子さんは、みんなで作るみんなの街、民主主義を信じてみんなで決めていく、そんな杉並をまさにここから作っていこうではありませんか。ミニシアリズム、ミニシアリズム、地域主義、地域で本当に工夫している自治体もたくさんあります。国会よりも自治体が進んでいる、私福島みさほ、給食の無償化をしているところや、いろんな現場歩いていきました。世田谷、世田谷ホットできる、あるいは三茶お仕事カフェ、グリーフサポート、いろいろやっています。明石市、まさに医療費18歳まで無料にし、子どもを真ん中に据えて里親への支援や、いろんなことを本当にやっています。自治体、莫大なお金をかけなくても知恵を使い、みんなの話を聞き、みんなの力をもらい、いろんなことができるんですで、私は思います。杉並、力があります。杉並はできます。杉並から、まさに地域から民主主義を作っていく、そのことを岸本里子さんと一緒にやっていこうではありませんか。発展に入れない。
ています。皆さん今本当に元気に楽しく政治変えようじゃないですか。そうしないともう持たない、そんな時になりました。新自由主義を変えていく世界は今社会民主主義です。スウェーデンもノルウェーもアイスランドもフィンランドもデンマークもドイツも、そしてニュージーランド、オーストラリア、チリも変わっています。新自由主義、何でもかんでも民営化してやっていけばうまくいくのではないことを世界の人たちが分かっているんです。みんなのもの、みんなのもの、どうですか。杉並区政、杉並の行政、もっとみんなのものになったらいいと皆さん思いませんか。みんなで決めたい、そう思いませんか。みんなで力を出し合いたい、そう思いませんか。それができるのが岸本さと子さんだと思っています。水道の民営化に反対することを一緒にやり、さまざまなことを一緒にやってきました。行政のことも市民のことも地域のことも、地域で決めることの大事さも民主主義も全部分かっています。で、彼女はみんなとやります、みんなとやります、みんなで作るみんなの街、それができる人です。福島みずほ杉並区長選に岸本さと子さん立候補予定と聞いて、もう熱烈応援、杉並区から政治を変えると変えるとそう思っています。そしてその岸本さと子区長誕生を見届けてから、私たち参議院選挙に熱烈勝利すると、全国比例から立候補予定ですが、本当に民主主義を信じている、政治の可能性を信じている、子どもたちに違う未来をプレゼントしたい、何でもかんでも金儲けに使うな、今だけ金だけ自分だけ、そんな政治にさよなら。みんなの町杉並、こんにちは。次も、岸本さと子さんと一緒にやりましょう。よろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございました。杉並区長選挙立候補予定者岸本さと子の応援に社民党党首福島みずほさんが駆けつけていらっしゃいました。この後国会に走って戻るということで、ここで福島さんとはお別れになります。福島さんありがとうございました。頑張りましょう、応援します。はい、じゃあ皆さん福島さんに大きな拍手で、また本番に来ていただきたいと思います。ありがとうございました。福島みずほさんでした。杉並区長選挙立候補予定者の岸本さと子の演説を今日は行っております。さて、それでは大津垣さんにはまだ最後まで残っていただけますので、もう一回お話をいただきます。社民党副党首大津垣優子さんからお話いただきます。杉並の皆さん、こんにちは。こんにちは。ご紹介いただきました社民党副党首の大津垣優子です。杉並区長選挙がもうすぐ行われるということで、今日はここにいる岸本さと子さんが今回の区長選挙立候補予定ということで応援に来させていただきました。大阪からやってまいりました社民党副党首の大津垣優子です。少し私が住んでいる大阪のお話をさせていただきたいと思います。どんな首長を選ぶかって私たちの命と暮らしに関わりますよっていう話をしたいんです。大阪は日本全土と違ってなんと自民党が小選挙区で1議席も取れない、そういう地域なんですね。この間の衆議院選挙、大阪は19選挙区あります。そのうち15選挙区を維新の会、日本維新の会の皆さんが議席を取り、残り4議席を維新と手を組んだ公明党の人が議席を取りました。自民党は大阪では政権与党ではないんです。この大阪でコロナ禍の中、一体何が起こったか。全国で一番コロナの感染によって亡くなる人が多かったのが私が住んでいる大阪なんです。身を切る改革だなんだかんだ言いながら、身を切ってきたのは府民の命と体じゃないかって皆さん思わないでしょうか。実際によくやってるかっこいいね吉村知事なんて言われてたけど、実際にはコロナの中で全国最多、コロナの感染によって亡くなる人が出たのが大阪なんです。日本維新の会
今ここで選ぶ時ではないでしょうか。この岸本さとこさん、公共サービスが専門です。私は首を切られた元非正規労働者として、格差、貧困、雇用の問題を集中的に訴えてきています。今公務職場でも働く人たちの約4割が非正規ですよ。区役所、そして図書館、ハローワーク、こういったところで住民の人たちの相談をまず受ける人たち、最前線で働いている人たちの多くが派遣労働者、直接雇用だけど数年ごとに首を切られる、そういう非正規労働者たちが皆さんの住民サービスを支えているんです。こんな不安定な働き方で皆さんの住民サービスに責任を持って働けるでしょうか。いつ首を切られるかわからないような人たちが安心して皆さんの住民サービスに責任を持って働けるでしょうか。私は住民サービスの充実を求めるんだったら、そこで働く人たちが安心して働ける、そういう職場にしなければ皆さんの住民サービスなんて絶対に充実しないんですよ。その大切さを岸本さんは分かっていると思うんです。皆さんの公的サービスがどういうものかってだけじゃなく、それを支える人たちの暮らしを支えなければ、私たちの住民サービスも成し得ないんだっていうこと、そのことをよく分かっている方だと思うんです。だからこの岸本さとこさんに今回の杉並区長選挙、私は本当に頑張っていただきたいです。先ほど岸本さんとの、ね、接点で一つバルセロナのお話をさせていただきました。ミニシパリズムという考え方、取り組み、これも岸本さんはいろんなところでお話をさせられています。まあ、簡単に言えば、自分たちの地域の問題はそこに住んでいる人たちが決めていこうよという、そんな取り組みなんです。バルセロナはその取り組みが進んでいる地域の一つとして、よく岸本さんが紹介されている場所です。このバルセロナでデモが起こると、人々がいつもちゃんとしながら言うコールがあるんです。それが、私ちょっとスペイン語そんなに上手じゃないですけど、エレス、パレス、セラン、セプレ、ノスレスっていうスローガンを掲げながら、歌いながら、ちゃんとしながらこれをみんな言うんですね。この意味っていうのは、路上はいつも私たちのもの、これをいつもデモをするときに人々がエレス、カレス、セラン、セプレ、ノスレスって言って、もうちょっとリズムいいんですよ。リズムよくみんながこう手叩きながらコールするんですよ。私、これが岸本さんが言っているミニシパリズム、地域の問題は地域の人たちが決めていくっていう、その象徴的な言葉がこれじゃないかなと思うんです。私たち、この路上はいつも私たちのもの、彼らはいつもそう言って行動するんです。杉並区の皆さん、この言葉に皆さんの思いが込められているんじゃないかなと思うんです。この街は私たちのもの、この街のことは私たちが決めていく。どうぞこの街でもですね、この路上の街の至るところが私たちの街だからこそ、私たちの思いとともにいろんなことを決めていこう。それを支える、その仲間と、この住んでいる人たちと一緒に政治をやりたいって思っている岸本さとこさんをぜひ杉並区の皆さん知ってください。そして広めてください。もうすぐ杉並区長選挙が始まります。こんな優秀な方を皆さんはこの町に招き入れることができました。めちゃくちゃお目が高いと思っています。だからこの町から実現していきたい、行ってほしいんです。自分たちの町のことを自分たちで決めていく、そのモデルをぜひとも杉並区から見せてください。あ、岸本さん、一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。どうもありがとうございました。大塚区でした。はい、大塚区ありがとうございました。そして大塚区さんご自身、2人目参院選全国比例の立候補予定者でもいらっしゃいます。改めて一緒に頑張りましょう。皆さんもどうですか、頑張っていただけますか。もちろん。はい、それでは阿佐ヶ谷駅ご出身の皆さん、お騒がせしております。6月19日杉並区長選挙がやります。その立候補予定、岸本さとこの代表演説です。3時までですが、最後
介させていただきます。よろしくお願いします。こんにちは、皆さんこんにちは。こんにちは。阿佐ヶ谷駅ご通行中の皆さん、岸本さとこでございます。こんにちは。こんにちは。今日は福島美子さん、皆さんたくさんの方が聞いてくださったと思います。そしてお隣の大塚優子さん、私ね、お二人のスピーチを聞きながらもうどうしても思わなくて熱くなってしまって、胸に込み上げてくるものがたくさんありました。特にね、大塚さんとお話、バルセロナの話を聞きながら、路上は私たちのものだっておっしゃって、その時になんかもういろんな記憶が蘇ってきて今このね、杉並と杉並の阿佐ヶ谷という駅にいる私がなぜここにいるのかということを、今日皆さんに最後の10分お話しさせていただきたいと思います。岸本さんでございます。私は6月12日告示、19日東京の杉並区長選挙の立候補候補者でございます。挑戦者です。現職区長、3期12年続いた田中区長の挑戦者、女性の挑戦者でございます。杉並区の区長選挙、投票率が 30% ちょっとでございますが、これでは杉並区の利権政治変えられないかもしれません。私ね、さっきも言いました、やる気もある、能力もある、皆さん、福島さんも大塚さんも岸本さんも信頼して大丈夫だと言ってくださいましたけども、ないのは利権なんです。でもね、杉並区の素晴らしい歴史と皆さんが培ってきた町、福祉のネットワーク、町づくり、これね、今ね、利権がね、利権政治で相当壊れてしまっています。ですから、でもね、私たちがやんなきゃいけないことたくさんあるんです。環境を守る、子どもたちを守る、先ほど言った公共経済や公共財を守る、こういったものって、脱新自由主義と言ってもいいんですけども、ものすごい難しいんですよ。多分何十年もかかりますよ。ただね、この難しいことにチャレンジしようと思ったら、まず利権政治を終わらせないとダメなんです。そんなことやってる暇ない。私たちの待ったなしの環境問題、これむちゃくちゃ難しい課題ですよね。そして多様性、持続可能な開発目標 SDGs は、持続可能な多様性を奉仕した社会の実現を目指しているんです。150カ国の国以上の国々、日本も含めたこの難しい目標にチャレンジしていこうというときに、日本の利権政治を続けていけば、時間もなければお金もない。ですから、私はまず杉並区からこのね、利権政治から卒業して、みんなで作るみんなの街、ありがとうございます。その基本は、まずみんなで選挙に行ってきちんと新しいリーダーを選んでいただき、そしてみんなで作るみんなの街の最初の一歩、まず情報公開をしっかりやりたいんです。今の杉並区、情報が出てこない。私たちの街づくりに関して議会で議員が質問しても情報が出てこない。阿佐ヶ谷の街もそうですよね。この大きな開発の問題、道路の問題、たくさんの問題が揺れています。みんなもっと知りたい。委員が議会で情報を求めたら、情報が欲しかったら裁判しろ、そういうのが今の杉並区の癖です。みぞこさんもおっしゃってましたけど、みんなで作るみんなの街の基本は、私たちがきちんと情報を持ってて、そして議論ができること、議会だけじゃダメなんです。私たちの議論したい。そして杉並区には、その思いと経験と情熱がある。だってみんな杉並区のこと愛してるじゃないですか。だから、もっと街づくりに関わりたいし、私たちの福祉に、そして教育に、学校給食に、開発問題にもっともっと関わって作っていきたいんです。それには、まず行政が、そして行政の職員が、杉並区の日本自治基本条例というものすごい素晴らしい、憲法のような素晴らしい条例があるんですけども、ここに立ち返って、杉並区の職員3500人、優秀な方たちです。住民の声を聞く、そのために、そういう皆さんの声を聞くっていう、そのそこに能力を発揮していただきたい。でも、その進行役が必要です。それが苦情でございます。
なで作るみんなの街、徹底的な情報公開、隠し事のない規制、そして職員の方々が地域に入ってきて、もう一度皆さんと一緒に教育、福祉、区民施設、プール、何でもそうです、私たちの地域にある公共財、公共財産の中、児童館もそうですよね。遊館、高齢者の居場所である遊遊館、学校、みんな私たちの地域の場所、ここに職員の方たち、ちゃんと入っていただいて、だから非正規の、民営化して非正規、コストを下げる、このやり方で、ずっと30年やってまいりましたよね。ですから、本当に区の職員の方と住民との距離がどんどん痛いてしまっているんです。命を守る仕事、住民を守る仕事は、コストじゃなくて、コストでね、民営化したり、民間委託を作る、働く人だって絶対やっていけないですよね。大塚さんもその話をしてくれました。若い人たちが自信を持って、安心して、長く働ける、女性が無理なく、安心して定年まで働ける社会、そこで行政が果たす役割はとっても大きいんです。それを私が公共財を守る、公共財産を守りながら、みんなで作りながら、職員の人たちにももちろん正規で安心になる仕事としてやっていただきたいと思います。岸本さん、おはようございます。頑張れ頑張れ。最後になりました。1分ですけども、私よく公共とかね、公共サービスってことを言います。これ最後に一つ言わせてください。私にとっての公共とか公共サービスは行政という意味ではありません。それは私たちという意味です。杉並区に生きる行政も含めた私たちのことが公共なんです。この分野というのはお金儲けや市場経済や競争ではなく、私たちが参加して一緒に作っていく、守っていく、これが公共でございます。ですから、杉並が誇る個性的で文化的で新しいものと古いものが融合する多くの商店街、その商店の一点一点の皆さん、商売なさっているけども、みんなとつながってますよね、地域のみんなと。そして町づくりの大きなネットワークを作ってるんです。ですから、そういう方をみんな含めて私は公共です。公共というのは私たちの町のことを考えて一緒に作っていく、行政を含めた住民と行政、その全てをね、公共、そしてですから、その公共サービスで何、公共財を守っていく。だからここにはみんなが参加しなきゃいけない。だから情報公開をしっかりやらなきゃいけない。これを区長としてそういうリーダーシップを発揮させてください。岸本聡子が朝早くでご挨拶をさせていただきました。皆さん、どうもありがとうございました。頑張れ。6月12日、今週の日曜日ですね、今週末が告示日になります。投票日は19日になります。岸本聡子をご紹介をさせていただきました。そして今日は大塚優子さん、本当にありがとうございました。皆さん、大塚優子、ありがとうございます。大塚、頑張れ。ありがとうございます。それでは今日の凱旋はこれで終了いたします。皆さん、ぜひチラシなどをお持ち帰りください。そして、いろんな予定もこの後ありますので、ぜひ SNS などでチェックをして、凱旋、部会、いろんなところでご参加いただきたいと思います。ありがとうございました。すごくいい機会を。